今回は日米海戦の正体なぜ真珠湾攻撃という道を歩んだのかを紹介します史上最悪の愚策を解き明かすそれは日露戦争の勝利から始まっていたなぜ 日本は勝てる見込みののない戦い戦を仕掛けたのか元外務省国際情報局長が解読した歴史の真相当時も今も日本には賞賛がないことを正確な情報により分析できていた人たちが存在したのに意思決定者ではなくその声も封殺される状況とジューコフが言った様に日本の意思決定者に無能な者が就任し 正確な情報分析と判断が下せるものが任につけなかったことです。真珠湾攻撃は、このような非民主主義的な社会状況の結果が生んだ歴史上最悪の愚策だったのです。今の私たちにはこの面が主要です。実は、認知的不協和という点から、なぜ日本人がその破滅的な結果をよく考えればわかるのに、 TPP や集団的たまる権、消費税内蔵税、憲法解約などの愚策に突き進むのかまたは突き進んだのかという病理が心理学的にかつ歴史学的に析出されているのが本書です。日本人の精神分析、行動分析の歴史的対処というのが適切です。以上、興味のある方は、 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。